トラさん。はい、どうもいつもご視聴ありがとうございます、今回ですねこちらのピカピカのですね新しい物件にお邪魔しております。カーサドマーニー2というですね JR 奈良駅から歩いてすぐの物件となっておりまして、このようにお部屋はですねもうピカピカですね。洋室このフローリングでね、壁がこのようにですねもうこの一面アクセントクロスでね大きな壁をおしゃれに彩っております。まあ、天井とかね壁他の面は割とこう白を基調にしてますので、まあ、清潔感をね保ちながら少しこうおしゃれに演出されたお部屋となっております。でこちらにですね見ていただきますと棒がねちょっと吊るされておりまして、こちらは室内で洗濯物を干すことができるようにですねここに物干し竿をつけていただくと、女性の方なんかね、すごいおすすめの設備となっております。で、ちょっとこう、使わないときは、このようにですね、壁に、よいしょ、ついております、このフックにですね、かけていただきますと、邪魔にならずにですね、スタイリッシュにしまっていただくことができます。で、洋室からですね、このように、バルコニーで通じておりまして、バルコニーもね、すごい新しいので、綺麗ですね。洗濯物をね、干していただくことができます。で、この扉なんかは、こう合わせガラスになっておりますので、まあ、強度や熱も通しにくい、新しいね、設備となっております。で、こちらにですね、洗面所に続いておりまして、まずは、独立の室内、洗濯機置き場、で、独立洗面台ですね。シャンプードレッサーになってますね。しっかりとこの辺も機能的になっております。で浴室ですね、この新しい物件ですのでやっぱり水回りが、まあ、新しいというのはねすごく魅力的だと思います。で壁のねこのパネルもこう茶色になっておりますのでちょっとしたこう高級感がねあるような、で設備も浴室乾燥機がしっかりとついておりますので、まあ、この辺りもね結構重宝しそうですね。でこちらにはエアコンもついております。照明もバッチリついております。で収納スペースがですねこちらちょっとした、ね、このスペースをこのように棚にしておりますので、まあ、写真を立てたりですねちょっとこうおしゃれに使っていただくこともできますね。キッチンがこちらにございまして、ここは2口のガスコンロがついております。システムキッチンとなっております。かなり横幅がありますのでもうお料理がねかなり使いやすいと思いますね。で収納も上と下にしっかりございまして、まあ、このように開けていただくとお鍋なんかもね使いやすくしまっていただくことができます。で後ろのスペースに冷蔵庫を置くこのスペースがしっかりと確保されておりますので、この辺りで、まあ、キッチンのねお料理の空間はしっかりと確保されておると。で隣の扉を開けますとクローゼット収納ですね。でなんとこちらでもございます。洋室に2つのですね収納が続いているということで、収納力もねあって新しい物件ということで、これはかなりポイントが高いんじゃないでしょうか。で、廊下に出ますとこちらお手洗い、ウォシュレットしっかり完備されております。でこのねタンクがしっかりとねこう見えないようにね扉をつけてありますので、ちょっとこうスタイリッシュな感じになってますね。最後に玄関スペース、ここねスペース結構広いんですけども、シューズボックスもね大きいものがついております。もう上から下まで何足入るんですか、20足ぐらい入りそうな大きなシューズボックスとなっております。非常にねこのシューズボックスもこの収納クローゼットもそうですが、ね、しまうところが多いということで、まあ、室内を広く使っていただくことができると思います、いかがでしょうか。今回のご紹介は以上になりますが、詳細は弊社のホームページでぜひご覧いただきたいと思います。奈良のおもてなし奈良心賃貸の間付きでは皆様のお探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。